本日はアドベンチャーワールドにご来園くださいまして誠にありがとうございます。私たちスタッフはいつもあちらの扉より登場いたしますので、廃品と用品もそれが分かっておりまして、いつも待ち伏せしております。廃品と用品なんですが、2010年の8月11日にお父さんパンダ永明とお母さんパンダ良浜のもとに誕生しておりまして、現在生後1年と5ヶ月を過ぎております。今皆様から走っておりますのが妹のパンダ良浜、池のところにおりますのがお兄さんの廃品です。さあ、それでは先に妹の用品にミルクを与えておきます。お兄さんの会議、いつもミルク大好物です。我慢できなかったのか、妹の用品のミルク取りに行ってしまいました。あ、お兄さんの会議も必死にミルクにしがみついておりますが、妹の用品はただいま向かって左側でミルクを飲んでおりまして、お兄さんの会議向かって右側でミルクを飲んでおります。生まれた時はお兄さんの会議で体重が 158g、 妹の用品 123g と手のひらに乗ってしまうぐらいのとても小さな赤ちゃんだったのですが、今ではお兄さんの会議で体重が 43kg、 妹の用品 47kg にまで成長しております。もうお兄さんの会議後からミルクを飲んだんですが、すっかり飲み干してしまったようです。実は会議と用品、ミルクを飲むスピードが全く違っているんです。お兄さんの会議、ミルクを飲むのがとても上手でして、直接ミルクに口をつけましてごくごくと吸い込んで飲むことができるんですが、妹の用品はなかなか上手に飲むことができなくて、舌を使いましてペロペロと犬のように舐めながら飲んでおります。ですのでまだ先に飲み始めたんですが、妹の用品のミルクまだ半分ぐらい残っております。さあ、お兄さんの会議はミルク飲み終わりましたので、リンゴをもらっております。会議と用品まだミルクを飲んで成長しておりますが、最近では大人の歯永久歯が生え揃いまして、しっかりと大人のパンダと同じように先を食べることができるようになっております。また他にはおやつのリンゴやニンジン、そして動物用のビスケットも与えております。パンダたちは甘いものが大好物ですので、こちらのリンゴでも楽しみにしているんです。妹のようにまだまだマイペースにミルクを飲んでおります。同じように生まれた双子のパンダなんですが、性格はこのように全く違いまして、お兄さんの海浜、やんちゃで甘えん坊な性格をしているんですが、妹の用品はご覧のようにとてもマイペースな性格をしているパンダなんで